ハルイさん、こんにちは。アカンです。ではうで、皆さん、ゴールデンタワーやりましたでしょうかまあ、これをね、駆け上がることによって、まあ、対人戦をね、駆け上がること。 によってなんでですすけどもままあああのそれを上がるとですね、まあ、あのゴールデンボールガチャを引くことができるっていうことでねまあ、今回登っていったわけではあるんですけどもまあ無属性でかつねまあ、あのキャラクターのスキルとかも関係ないっていうことでまあ、こういう感じの好きなキャラであの上がっていきましたまあ、一応ねあの属性が属性じゃないねあのタイプが関係あったりするんでまあ、あの自分はストロークタイプがまあ結構合うやとかスピードタイプが合うとかあると思うんですけど、まあ、僕はそんな関係なくまあ、自分の好きなキャラたちで行って ましたああのー、今回一発目の試合はねこれ闇の王子だけっていうねまあ、あの黒の後継者持ったらもう黒の後継者で行きたかったんですけどもてかさ黒の後継者って闇の王子なんか違うかったりするんやっけちょっとそれとかいまいち分からんからあのー、白猫プロジェクトやってるとか、まあ、白猫テスやっとってもなんかストーリー見とったら分かるんから、まあ、その分かる方を教えてほしいんですけどでまあこのイベントの SS はもう超弱いですよこんなん。 <laughs> ストロークタイプなんやったかなちょっと早いんかもしれへんねんけど、まあ、っすぐの球1回打てるっていう能力で、サーブタイプやったら2回打てるんだ。だから俺サーブタイプの方がね、まっすぐ系を選ぶんであればお得かなと思うんですけど、なんかストロークタイプの方がちょっと早いんかなそれはあの、忘れてしまったね。あれなんですけど、まあ、その中でこのタイプの中で僕が一番おすすめなのはスピードタイプですかね。まあ、スピードタイプはシンプルにそのタイプの特性をい タイプの特性も活かすことができるんで、まあ、普通にちょっと走り早いんですよ。あと、体力もちょっとだけ借りにくいっていうのがあるんで、もうこの移動による体力の減り方ね。 だからまあ結構ボレーに果敢に攻めていってでまあ縁エ縁 s ス打つことができるから相手が前に折っても後ろに折ってもまあ結構決めやすい感じの球になってるんで結構おすすめやったりしますあとはまあこれからねあの出てくると思うんですけど、まあ、オスクロールとか使っていくとですね、まあ、サーブオスクロールとスタミナオスクロールとあとまあいろいろオスクロールおるんですけど、まあ、テクニックオスクロールもおるしなんか他にもおるんやけどそういう感じのなんか意外と意外とってか最近使われてないキャラ使う割とおすすめや あったりしますなんでかっていうとそのキャラがねあの何タイプかわからない場合があるんですよなので何タイプかわからんかったら SS の起動がわからんくて相手はどう構えたらいいかわからんっていうパターンもあったりするのでまあ、相手は結構攻めにくい感じになるんですよだからといって攻めたとしてもなんかロブ SS やったっていうパターンもあったりするから、まあ、ちょっと強いからと、まあ、特にスタミナタイプでかつあんま使われてないまあキャラをあの持っていくのはめちゃめちゃありやなって感じだよね、まあ、さっきも言った通おりはオスクロール初期オスクロのスタミナタイプやねんけど、まあ、SS が、ね あの普通のなんかロブエッセイスになるから、まあ、それで結構決めていけた覚えがあります。 はい。<laughs> で、まぁ、あ、でも、賞味一番、あの、いいのは、まあ、いいのはっていうか、まじ、あ、人によんねんけど、一番多いのは、まあスピードタイプ3体とか,かな。スピードタイプ3体全員えんで、体力なくなった他のキャラにジュングリジュングリ回していくって感じなんやけど、まぁ、あ、でも俺が結構好きやったんは、サーブタイプ1人入れるのと、スタミナタイプ1人入れるのと、スピードタイプ入れる。この3点セットは結構良かったかな。まぁ、あ、ただ体力枯れたらね、結構だるかったりはするんやけど、まぁ、あ、ドリンクももちろん落ちてくる仕様にはなってるから、まぁ、あ、別にいいかなっていう。<laughs> 感じです。で、まあ、ミュウエに関しては何体おるんかなちょっと俺の記憶の中では4体ぐらいしか頭にないんやけど、この今の3体プラス、まあ、初期ミュウエもおるって感じですよ。もうミュウエめっちゃ可愛いないこのサンタミュウエもさ、これラインズマンミュウエもさ、結成ミュウエも、結成ミュウエに関してはこの猫耳ついてるしさ。<laughs> いや、マジ俺ミュウエの当たる確率結構高いんよ。あの、なんやっていっけあの、サンタミュウエとかもさ、 あのガチャ出た当日にめっちゃ引いたけど、当たらんくでそっから毎日無料みたいな引き、あ、毎日無料じゃないかな、普通にガチャチケ溜まって引きみたいなを続けとったら、ちょうどね、クリスマスの日に当たるっていう、サンタミュウイがクリスマスの日に当たるっていう、この運命具合やばない。<laughs> 当たった時は超嬉しかったんやけど、まあ、まあそんなドラマもありましたよね。やっぱこういう感じで、キャラいっぱい持ったらやっぱテンション上がるよね。あ、これさっきえてたオスクルのパーティーですね。サーブタイプとスピードタイプとえー、とスタミナタイプでいってる感じです。まあ自分がサーブの時は このサーブタイプでいってあげることによって SS も若干たまるんですよあのフラットサーブ打った時にね普通のキャラとかでたまれへんけどサーブタイプであればたまるから相手よりも先に SS 打つことができるんですねまあこれ、ね、タイプ別に SS の溜まり具合が変わるかどうかはわかんないんですけどサーブタイプはサーブの時にも SS 溜まるからシンプルにねあの1回ぐらい早くね SS 打つことができるんですよなので あのタイミングを結構崩すことができるんですね。逆に今、まあ、自分もね、その特性を分かっていればですね、分かってない方結構いたりするんでね、あの、あれなんですよ、SS のタイミングを、あの相手のタイミングを把握することができたらですね、結構 SS って取っていけるんですよ。自分が溜まったときにちょうど相手も溜まってる感じになるんで、まあ、その時にロブ打ってあげるとかね、ハイジャンプキャラとか全然いないんで、まあ、それで戦っていくのは結構僕的にはおすすめやったりします。まあ、こういう感じで、相手光っとったのが見えたからもう後ろ下がったってのもあるしね。あれさっき言った通り、ねサーブ まその分を考慮して、まあ、SS、あ、もう溜まってそうやなと思ったら、まあ、ちょっと警戒するなり、ロボを打って相手を下げるなりしてくれてあげたら、まあ、結構勝ちやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、ボレーの仕方とか、なんかいろいろね、そういう PS 上がる系の動画に関してはですね、前にね、あの PS の上がる基礎知識を説明っていう動画出してるんで、よかったらそれ見てください。まあ,あ、それ以外にもですね、白猫とで,ですね、役立つ動画っていうのは、今、合計でね、32個出してて、まあ、それの再生リスト っていうやつがありますのでまあ、よかったらそれもねチェックしてみてはいかがでしょうか <laughs> あのー、あんまりねなんで同じキャラ同士で戦ってるときに勝てないであったりとか初手あんま勝てないよって人であれーばまあ見たらめちゃめちゃ勝率上がると思いますので結構おすすめやったりします はいまあ、僕自身もそんなにめっちゃ強いってわけじゃないんですけど、まあ、あのこの前の、ね、ボードは結構低めのタワーで145位でね結構僕的にも嬉しい順位を取ることができたぐらいだと思っててください。まああのー、どんぐらいかな <laughs> まあレート2000いってない人に関してはまあ多分勝率はねあの上がってくるんじゃないかなと、まあ、それ以上の人でもためになるかなとは思うんやけど、まあ、一応あの自分のねあ何、のー、て言うの ニーズに合わせた動画ってていいうのをいくつも出してるんですよ例えば、まあ、あのボレーがボレーで角度つけにくいっていう方であったりとかスピンで角度つけにくいっていう方であればそれ用のねスピンとボレーでの角度のつけ方っていう動画出してるしあとは消えるも取られへんっていう人であれば、まあ、消える球の取り方っていう動画も出してたりするから、まあ、そういうのを見てくれたらですね、まあ、取りり方であったりとか あと、その練習方法についても話してますのでよかったら、マジでその再生リスト見に行ってください。自分の苦手なとこをあの克服できるようになると思います。あと、シンプルに今、さっきまでとおり基礎知識の上がる、あの PS の上がるか、PS の上がる基礎知識を説明するっていう動画と、あとは、そのテクニックと、何だったっけ、勝率の上がる知識やテクニックっていう動画ではですね、あの、普通に、 あの自分が強くなるのになんか直結するようなことを言ってますなんかその日から使えるようなテクニックを話してますので、まあ、よかったらそれもね見ていただけたらなと思います、はい、大体何再生1万再生ぐらい行ってるやつですよ黄色いサムネイルと青色のサムネイルって感じでまあこれはちょっとアウトしちゃったね <laughs> うわこれ絶対あれやん名前消すの忘れるやつはまたこれ7分やろう <laughs> 絶対もうあと3分ぐらいやったらこれ コメン歌えたことを忘れてるからちょっと名前出ちゃうかもしれへんねんけどまあそんななんか多分今だけの名前とかそういう感じの名前やと思うからちょっと隠せてなくても許してね <laughs>。でまああと何話そうとしてたんやっけな。 あそそうそうあの動画の初めにも言ったんやけどさゴールデンタワーマッチを最後までまああの対人戦と、まあ、コンピューター戦っていうのがあるんやけどコンピューター戦上がれば、まあ、結構ねメダルとかいろいろもらえるみたいな感じであの対人戦を登れば、まあ、ゴールデンガチャみたいなやつ引けるんですよそれってあの星5のキャラが絶対出るって感じではあるんですけど星5のキャラってね ああれなんんでですよあのい200体以上いるんで、まあ、自分の欲しいキャラが当たる確率っていうのは200分の1以上の,、まあ、あの難しさを誇ってるんでまあ僕自身もね確かなんかもう誰やったかなエレノワかな自分がもうすでに持ってるキャラが当たった感じにはなっとったからちょっとねあのしょぼんってなってるんですけど意外とこれ15回まで登るの疲れたりするんで。 あやったんでですけどでも一応こういうい感じにね、まあ、あのキャラクター毎回こうやって揃えて戦っていってたんで、まあ、結構楽しかったりしますよ。まあ、初戦にも見た通りですね、あのー、なんていうのこういう3体同じキャラ縛りをやってる人とかとも会えたりしてほんでなんか楽しいねみたいなコメントを送り合いながらできたりもするんで結構。 おすすすめですこの編成でいくこの編成というかこういう感じの遊び編成でいくんで、ねまあ、あとは普通にチビキャラだけでいくとかも結構楽しいかなと無属性やから、まあ、どんなコードのキャラをまあ組み合わせても結構いい感じかなと思います はい、<laughs> ほんでまああのー、このゴールデンタワー登らなくても元から持ってるゴールデンボールチャレンジのやつあると思うねやんか今多分まだねゴールデンボールじゃなくてえっとブロンズボールかなの状態やと思うんやけどまあそれあとねいつ5日ぐらいかな5日ぐらい待ってあげればですねまあ、ゴールデンボールに変わってまあ、シルバーゴールドっていう感じにねどんどん格上げしていってまあ、星5確定に進化していきますん、ね、でぜひねあの我慢していただけたらなと思いますこれあのー、なんていう最上階のってゴールデンボール もららったたから一番下のやつ引いたダメですよそのブロンズのままシルバーのまま引いてしまうと、まあ、星子のキャラ確定じゃなくなってしまうので、まあ、そこだけねマジで注意していただけたらなと思います。でまあ,あの俺の一番狙いはえアナゼとかおるんやったっけどアナゼおるかどうか忘れてんけどとりあえず黒の後継者はおるってめちゃくちゃ熱ない。だからマジで あのキャラは当てたいなと思ってるんやけどまあ結構相当な運を持ってないときついことがわかるよねまあね200分の1って結構きついよねただまああの普通のガチャと比べたら あれ一応、一回一回の確率的には高いんよ。普通のガチャ、あの、今の外線ガチャ、なんか再練ア,アナと対決するか出るガチャあるやんか。毎日一回無料で引けるやつ。あれの場合やったら、自分の欲しいキャラが当たる確率って700分の1なんよ。なぜかっていうと、あの、まあ、前の動画でも話したんやけど、星子の出る確率ってまず10%やんか。そっからさらに70体ぐらいおるんよね。そのガチャの場合、星子のキャラが。ってことは10、10%。だから10分の1のうちのまた70分の1って感じになるんで、700分の1の確率で自分の好きなキャラが出る。 って感じになるんで、まあ、それを考えたらまたねあの確率は高いんかなとは思うんやけどまああの普通にその凱旋ガチャの場合はさ10連とか全然できるわけやん。だからまあ普通に考えると、まあ、あのゴールデンボールガチャの方が。 あの確率低いっていう表現はしてもおかしくはないんじゃないかなと思うんですけどまあ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 皆さんあの目当てのやつが当たったら僕はね嬉しいかなと思いますまあ僕は今んところね当たってないんですけどもその凱旋ガチャの、まあね、a s g ル使ったバージョンもゴールデンボールもねちょっと微妙な感じにはなってるんですけどまああの <laughs> 皆さんはいいのが当たれば嬉しいなと思いますということでまた皆さんお会いしましょうバイバーイ